え、こんにちは、レトスのおノです。3月13日の3問に入ります。A は第三者 C の脅迫により、A 所有の土地を B に売却し、B は善意の D に売却をし、移転登記もなされた。その後、脅迫を原因として、AB 間の売買契約が取り消された場合、A は善意の D に所有権を主張できる。丸かツかという問題です。 考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、これ丸ですね。第三者 C から脅迫されて土地を売却した場合、脅迫された A は売買契約を取り消すことができます。え、これは、相手方 B が脅迫の事実を知っていても知らなくても関係ありません。 そして、脅迫の取り消し。脅迫による取り消しっていうのは、善意の第三者 D にも対抗できます。今回はこの部分なんですね。この部分の出題です。これは善意の第三者 D より、脅迫されたもの A を保護しているということを表すんですね。C さんが A さんを脅迫しました。 脅迫を受けた A さんは、もう仕方なく B さんに売却しました。で、B さんが転売しました。で、D さんっていうのは、その脅迫の事実を知りませんと。従って、脅迫を受けた A は、善意の第三者 D に対して、取り消しを主張することができる、所有権を主張することができるということです。まあ、今回善意ですけども、善意無過失であったとしても、A さんは、所有権を主張することができます。で、脅迫の場合っていうのは、まあ、本人どうしようもないんですよね。 もし、あなたが怖い人に脅迫をされて、身の危険を感じたら、おそらくその脅迫に従うと思うんですよ。だからもう脅迫の場合っていうのは、相手方や第三者よりも、脅迫を受けた者を保護するというふうなルールになってるんですね。したがって、相手方や第三者っていうのが、もう全員無過失であったとしても、この相手方や第三者を保護するのではなくて、脅迫を受けた者を保護するルールになっています。この点ですね、詐欺と違うんですよね。詐欺の場合っていうのは、 本人騙されたっていう落ち度もあるわけですよ。だから、相手方とか第三者が全員無過失だった場合、相手方や第三者を保護するルールになってるんですけれども、脅迫の場合は、そうじゃなくて脅迫を受けたものを保護するルールになってるんだと、いうふうに頭に入れていただければと思います。では、遠いですね。宅検士の資格試験に合格した日から1年以内であれば、登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても、 取引書の交付を受けることができる、丸か罰かという問題です。答えは丸ですね。取引書の交付申請するには、原則登録している知事が指定する講習、これ法定講習って言われるもんなんですけども、交付申請前の6ヶ月以内に行われる講習を受講しないといけないんですよ。ただし、試験に合格して1年以内に交付申請する場合とか、あとは登録移転によって交付申請する場合、 この場合は、法定講習、受講する必要はないんですね。今回は、宅研試験に合格して1年以内なので、法定講習を受講する必要はありません。なので、丸になるということです。え、ここ、引っ掛けポイントがあるので、この点は絶対注意してください。え、個別指導では関連づけて理解するために、引っ掛けポイントについて動画を用意しております。なので、まあ、個別指導の受講者さんについては、受講者専用のメルマガからご確認いただければと思います。で、3番ですね。 市市街区域において A が所有する面積3000平米の土地について B が購入した場合 A 及び B は事後届けで行わなければならない。丸かツかという問題です。市市街区域内において2000平米以上の売買を行う場合っていうのはこ事後届けでの対象となりますよね。なんで今回事後届けでの対象なんですよ。で、今回 B が購入したと。 でそのような状況で問題文は A 及び B が事後届出を行わなければならないと書いてあるんですけれども、これツですね。事後届出が必要なのは、買い主だけなんですよ。売り主 A さんは届出する必要ないんですね。従って誤りだということになります。でちなみに B さん、事、え、後、ー、届出必要なんですけれども、いつまでに届け出が必要かというと、契約締結後2週間以内です。 契約締結後2週間以内に、まあ、知事に届け出をしてくださいよ、ということですね。で、ちなみに関連知識として、この2週間以内にこれ届け出しなかった場合どうなるかっていうと、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。で、この場合も罰則、これ受けるのは飼い主だけですね。で、なぜかっていうと、売り主 A さんはそもそも届け出義務ありませんので、別に届け出をしなくても罰則は受けません。 ま、上記のように関連知識というものを一つのストーリーとして頭に入れていく。これ非常に効率的に頭に入れることができるんですね。単に問題が解けるかどうかの勉強だけじゃなくて、一つの問題から関連ポイントに広げた学習をしていくと。これが達見合格の秘訣の一つなんで、ぜひですね、実践していただければと思います。個別指導の動画については、左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。 卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう